はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、サントリーウイスキーのホワイトです。こちらが、確か値段が安かった気がする。800円ぐらいで売ってた気がする。容量が、640ml。アルコール度数 40%。創業者鳥慎二郎は、1923年、京都郊外山崎郷に日本初のモルト蒸留所を作り、1929年に、国産ウイスキー第1号としてサントリーウイスキー白札を発売しました。それがこの一瓶。以来品質本位を貫き、白の愛称でウイスキー通に親しまれている日本のウイスキーの原点、ホワイトです。シャープで軽やかな香り、柔らかな旨味のあるコクが特徴です。あ、じゃあこれが一番初めに、製造された、国内で製造されたウイスキーということになります。サントリーウイスキーですからね、ちょっとね、怪しい香りがするんですけどね。角瓶のね、悪夢が。そしてこちらにあるのが、ブラックニッカの、リッチブレンドなんですけど、まあ、これ飲んだんですけど、これなぜ買ったかというと、じゃん。グラスがついてきたのです。ロックグラス。これのために俺は買った。またしても。グラスのために買った。で、このグラスを開けまーす。あ、結構でかい。あ、結構でかい。思った以上にでかい。あら。結構でかいですね。ほら。あ、結構でかいわ。へぇ。うん。はい。まあ、これで飲みたいと思います。それでは、ちょっとあんま洗ってないから。まあ、大丈夫か。とりあえずストレートでいただこうかなーと。ね。じゃあ乾杯。うん。あー。あー。いや、でも、角瓶予感マシですね。味は。でも、やっぱり角瓶っぽい何かがあるね。なんかスパイシーな、この、ピキピキってくる、なんか。そういった何かが。あるね。微妙だな、これもな。まあ、角瓶予感うまいのは間違いないとしても、まあね。まあ、所詮この程度かと。所詮サントリーかと。いう感じですかね。所詮サントリーです。サントリーホワイトでググりますと。国産ウイスキー第1号。だそうです。第1号。第1号らしいですよ。まあ別に第1号にしては別に大してうまくはないかなと。
どうでもいいんだけどさ、あのサントリーのさ、ウイスキーってさ、全体的にまずくね？だから俺考えるに、山崎とかあるでしょ？ザキヤマとか。これもまずいと思うんだよね。俺の中だと。多分まずいんではないかと。俺勝手に思うんですけど。多分。バランタインファイネストも、これあれでしょ。サントリーでしょ。で、あと、ジムビームはまああれだとしても。なんかあんまりな。核を筆頭にもう、まずい。まずいんではないかと。うん、思うわけです。俺の中で。なんかサントリーはな、ウイスキーは基本的にまずい。だからザキヤマもね、ほんとこれぐらい飲みたいよね、ザキヤマ。こんぐらい。50ml ぐらいでいいからさ。そんぐらい売ってくれよ。まあ無理なんだろうな。まあ無理なんだろうと思うけど。高いからな、ザキヤマだ。ザキヤマ高いもんな、本当に。あ、そっか、山崎、あれ変わったんか。新山崎になったのか。だってさ、180ml 950円ですよ。バカかと。あー、山崎12年なんて 180ml 1800円ですよ。この2倍じゃないか。ってことはこれ普通のやつ6年か。新山崎は6年ぐらいかな。フルボトルなんて3500円。こっち7000円もするぜ。アホかよ。これ買ってお前まずかったらお前。もう、目も当てられん。本気で。うわーです。目も当てられない。白州。何が違うんかな、これな。白州と。でも白州飲むだったらザキヤマでしょ。やっぱり。だって値段同じなんだからさ。それだったら山崎飲むんじゃね？普通。そして、響き。という、この山崎とかの、ね、影に隠れてもう、ほとんど、こんなあったのかっていう、レベルなんですけど。これいくらなんだろう。12年ものとは思えない12年。値段は？ぶっ。え？山崎よか高えじゃねえか。50ml で430円。フルボトル5000円？フルボトル5000円？ってことは、あれさっき、山崎が3500円でしたっけ？あ、ちょうどあれなんか。その間みたいな感じなんか。新山崎が3500円で、こっちが7000円だから、それの間ぐらいですね。ああ、そういうことか。山崎12年の方が高いですね。
山崎12年と山崎の新山崎の間ぐらいなのか。ちょうど、値段的にも。でも7000円ですよ。山崎12年で。18年が2万円。25年が10万円だって。化け物じゃないか。もう化け物じゃないか。まあ俺はあれだな、買わないな。買わない。俺は買わないわ、山崎は。でもさ、なんかこう、さ、まあ、ちょっと飲んでみて、で、どんな味かっていうのをちょっと見てみたいよね。多分俺はまずいって言うと思うけど、おそらく。おそらくまずいというか、なんていうか、値段としてはまずいんじゃないかな。値段のコスパ的に。うん。だから、結局、そういうことですよね。うん。多分これ3500円も出す価値ねえなって言うとは思うんですけど。まあでもやっぱり、山崎を飲んだっていう事実が今のところないので、それはやっぱり欲しいかなと。うん。だから、例えば、山崎、うまいよねとかって言ってるやつの話の中に、こう、加わることができないんですね。だから、飲めば、ああ、俺山崎ちょっと嫌いだわ、っていう感じで言えるんです。その違いかな。うん。そこの、あの、ね、違いぐらいですかね。多分、その後買うことはないと思いますけどね。うん。まあ、うん。そこまでちょっと酒に金はかけたくないかなと。うん。なんていうか。同じ3500円出すんだったら、ね。いろいろ種類3本分ぐらい買いたいよね。3本ぐらい買いたいよね。他の、ウイスキー以外の。ウイスキー買って、焼酎買って、ね、ジン買って、みたいな。そっちの方が個人的に幸せだと思うね。うん、まあその結果ものすごいことになってるんですけどね、酒の余ってる量が。ということでこちら、三つ星ね、別に大したことじゃない、やっぱり、まあ、あんまりそこまでうまくはないなと。ということでご視聴ありがとうございました。